はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今回は、チューハイ、キリンの氷結北海道産メロンですね。限定出荷。北海道の豊かな自然が育んだメロンの氷結です。果汁が 0.4%、アルコール度数が 4%。原材料はメロン果汁と、ウォッカと、糖類と酸味料と香料です。なんか、うわぁ。乾杯。でもまあまだ氷結の方がうまいな。前食った前飲んだのなんだっけ、忘れたんだけど、自家搾りだっけ。あっちよか美味しいな、こっちの方が。あのさ、一つ言わせてもらっていい？これ、原材料読んでた時に気になったんだけど、原材料に、一番最初にメロン果汁って書いてあるんだよ。で、その次にウォッカって書いてあるんだよ。で、これ、果汁が 0.4% って書いてあるんですよ。で、アルコール度数 4% って書いてあるんですよ。原材料の表記の決まりとして、一番多いやつが最初に来て、最後に一番、だんだん少なくなってって、最後に、一番少ないものを表示する決まりなんだけど。ということはメロン果汁が一番多いということになるよね。それなのに、果汁が 0.4% が一番多くて、ウォッカが 4%?アルコールが 4%。 ん？これどういうことなんだ？これ言ってる意味わかりますか？まあ、簡単に言うと、メロン果汁が原材料が一番最初にメロン果汁って来てるのに 0.4% しか入ってないんですよ。で、次に来るウォッカっていうのが、アルコール度数 4% ってこれ書いてあるんで、4% 入ってるはずなんですよ。10倍違うんですよね。どういうことだ？え、どういうこと？だってさ、ウォッカってさ、まあ大体アルコール度数 40% ぐらい
まあ、高くても90何パーセントでしょ。それでアルコール度数を 4% にしようと思ったら、これ 350cc だから。350cc のやつをアルコール度数0、4% にしようって考えたら、96% の、もう、ウォッカと考えよう。ウォッカじゃねえや。ウォッカがスピリタスと考えるべ。スピリタスがアルコール度数 96%。それを、4% まで希釈するわけだから、24分の1にするわけだ。24。ちょっと待って、誰か計算してくれない？明らかに多分俺の考え合ってると思うんだけどな。え？ちょっと待って、これ絶対。24分の1、300×、ちょっと待って、どういうこと？待って、ちょっと俺の頭じゃちょっと理解できないんだけど、多分合ってるよね。だって 94% のやつ 4% に希釈しようと思ったら24分の1しなきゃいけないわけでしょ。ということは 10cc を24倍して、ということは350÷24 やって 14.583333 だから、もうわからん。もういい。もう俺の酔っ払った脳内では、どうもしできないわ。無理、諦めよう。うん。多分おかしいと思うんだけど、今度はちょっと電話してみるか。今度ちょっと電話してみよう。3443です。ご視聴ありがとうございました。